さあ皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで今回やっていくのがこちらの作品ですね。僕らの放課後遊びということで、こちらのタイトルプレイしていきたいと思います。はい、まあこちらスイッチのタイトルなんですけど、多分スイッチだけなのかな、他わかんないんですけども、なんかいろいろとね、こちらのシリーズなんかあるんだよね。机でうんたらかんたらっていうゲームのシリーズだと思うんですけど、こちらなんかのセットでめちゃくちゃ安かったんで、ちょっと購入してみました。200円もしなかったかな、200円もしなかったんで、ちょっとこう、購入しましたよと。ボタンを押してねの隣に麦わら帽子が、あれがあるから、あれや、ルフィや。読み込み中かわいいな。消しカスか？追加コンテンツ、追加遊び&おみくじパック開放。来た。これ、おみくじパック開放、なんか、それを買ったんだよね。新遊び小舟レースを追加。新遊び石蹴りレースを追加。で、おみくじは追加と。なんか定価はね、1000いくらなんですよね。とりあえず一人で遊んでみようか。遊び用決定戦。好きな遊びをプレイ。まあ、好きな遊び用決定戦でいこうか。要は放課後を楽しんだ者勝ちみたいなとこっしょ。ゆうとひな、いつき、そうた、るい、あきら、りん、たくみ。まあ、とりあえず、シンプルに主人公がいこうか。あ、でも、このなんか、マイクラみたいなこの感じ。でも、あれだね。いいね。まあ、ゆうとで。靴蹴り、ミニ四駆。釣りフィッシュ。誰の手に？レースゲーマー、敵の後ろにつくとスピードアップ。ってことは、これスピード、12の遊びをしてから、うんたらかんたらってこと。で、最初は段ボール滑りから始まるよ。OK。待て。説明。操作説明。左右に曲がる、長押し進む、戻る。まあ、こんな感じか。よし。OK。OK か？あ、オッケー。え、これなんか、マリオカードみたいにこのブースティングある？待て、来た。これ邪魔すんだ、これ。ちょっと、なんだ。うわ、コーナーで差をつけろ。あ、つか、相手の風をまといながら行けば、これ、ちょっと待って、ステージの構造がわかんないや。サイ、了解。この紫の、なんか、ジャンボリー、紫小僧の後ろにつけるわ、俺が。待って、俺が1位。俺の勝ち。オッケー。高台からジャンプすれば、あ、待て !1 位に狙うチャンスがあるんじゃ、ボケイ。はい、ナイス。ウィンクしとる。さあ、1位。新記録。あ、なるほどね。タイムアタックもできるわけだ。なるほど。じゃあ、次。え、水切りだって2番目の遊びは水切り、了解。え、左右移動投げる。石を投げて水に跳ねた回数を競います。L スティックで移動し位置を決め、A ボタンで石を投げます。はい。じゃあやるか。え、ちょっとわかんない。残り時間10秒。あなたの番です。投げる。あ、なるほど。じゃあパワーは、ここ。で、ああ、押さないといけないのか。離すんじゃなくてね。ここ。ほら、パーフェクト！あー、なるほどね。じゃあ赤がやばいんだ。ここ。にゃぐっちゅ。あ、そっか。障害物があるから、そういうのも、あ、なるほど。あ、そっか。移動できんのか。全8回って書いてある。すんげえ長いわ。おー、やるやん。ちょ、待て。この時点でもう全然差がついてんだけど。21も差がついてった。これちょっと、ヤバタニエンじゃない？あ、なるほど。まあ、障害物避けていかないといけないってね。それだったら、あれ、めちゃくちゃ、あいつより、この23回叩き出したやつよりも、いい回数いってたんじゃないかな。だって、この投げ方で21回しよう。多分25とかいっとったわな。多分ね。この、ヘッドホンしてる人は確かいつきって名前だったな。うわ、パーフェクト出した。コンピューターがパーフェクトとか出したらちょっと、勝ち目ないかもしんない。
あ、なるほど。2回いけるってことか。その、これ、累計とか言うんじゃねえだろうな。この辺かじゃ。嘘。投げるときはもう時間、残り時間と関係ないんだ。OK、パーフェクト。この赤の線に止めたい。ナイス！はい、障害物に当たらなかったら、多分最高に行くんじゃねえのかな、と思うんですけど、どうでしょうか ?34 回。あれだよね、2回やってどっちが高い方にこれ加算されるってことだよね。加算されるっていうか、高い方を選ぶってことだよね。お前、なかなかあるやん、パーフェクトって。でもあれね、最初のなんかパワーかなんかわかんないけど、それがパーフェクトじゃなかったから君はまだまだだね。でもあれじゃない ?2 回目でパーフェクト、パーフェクト。いや、パワーで、とこれ、これ何なんだろう。パワーの後のこれは何なんだろうね。あれも俺パーフェクト出したから。あ、あの、向こう岸にもさ、たどり着いたらもう完全なる、パーフェクトじゃないの。いや、パーフェクト、パーフェクトで、行かなかったってことは、あ、こいつなかなかやるな。さっきもなんかパーフェクト、パーフェクトだったよな。ちょっと待って、超えんな、危ねえ。まあ、まず、2回目の遊びも俺の勝ちと。新記録。石を20回以上跳ねさせる。25回以上跳ねさせる。あ、もういきなり50、あ、違う、ゴールドだって。じゃあもうこれ以上ないな、じゃあ。木登り?説明見よっか。左右移動。連打で登る。木を素早く登り、頂上にたどり着いた順位を競います。A ボタン連打で木を登り、R スティックで枝を避けます。了解ってことは枝が出てくるってことか。行くぞ。あなたはめちゃくちゃ画面が広いな。枝どう避けんの？これ正面に来るってことか、枝が。正面に来るから、こうか。こう、当たったからって関係ないんだ。オーケー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 、このまま先に進んでいけば大丈夫、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 オッケー。こういう系ならもう全然差はつけられんな。で、この子毎回勝つたびに、ウィンクすんね。はははは。4位は泣いとる。3位はうつむくんだ。新記録。20秒以内にゴール。17秒以内にゴール。あ、ってことは15秒以内に登れば多分金メダルか。なるほど。魚釣り。4番目の遊びは魚釣り。R スティックで移動し場所を決め、A ボタンで川に向かって竿を投げます。浮きが沈んだ時に A ボタンで魚が釣れます。なるほど、簡単だね。要は、まあ前は、いろんな魚釣りゲームがあるけど、まあ、それと一緒だってことだよね。もう何回俺、あつ森やってきたと思ってんだ、これ。あ、でも待って、魚影がちょっと、なんかでかいのが見えるな。こっちとか特に。おい、おい。あかん。ちょっと、この、反応す、何個釣ったかって来そうの？来い、沈め。お、来た。釣る、ヤマメ。おい、あの、なんかでかい魚がいんね。でかい魚が、この桟橋の下に。おるんねんやけど、あかんわ。こいつ、見向きもしね。ちょっとわかんね、暗いのに。よう釣ったな、これ、アユ。アユ。浜崎あゆみ。アユ。サンダル、うわ、この世界にもそういうゴミみたいなのがあんのかい。あ、これ、巨大魚釣りたいんだけど、この、竿を投げるターゲッティングが、すげえむずい。あ、待て。釣っとる。画面外だけど釣ってる。待って、でかいの現れた。でかいの現れた。巨大な、魚が。待って、こっち行こうか。来た。おい、見ろ。俺の方見ろ。なんでお前ら見ないんだ？なんで、おい、ちょ待って。あかん、このでかいの釣れば。このでかいの釣れば、一発逆転はあり得るのに。あ、来た！なんで向いてくれないの？なんか、このでかいの、向いてくれないんだけど。うわ、魚釣り、下手くま、下手かも。あ、来たでかいか、あ、来た来い来いだって。うわ、弱待て。810ってどんだけ釣っとたんや。まあ、こんなもんでしょう。
いや、魚釣りは正直あいつに固執しすぎたね。あのでっかいのに。もっとちっちゃいのバン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 取っとけば、ポイント全然加算できたと思うんだけど、ちょっと今回はあれだね、操作するボタンが多いね。切り替え、左右に曲がる、後ろを見る、アクセルブレーキ。アクセルブレーキ覚えとけばなんとかなるでしょう。行きましょう。さあ、ラジコンミニ四駆。これもなんかブースティングできんのかな、マリオカードみたいに。左、ブレーキ、来た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 。コーナーで差をつけろ。こういうのはコーナーで差をつけろ、なんだよ。あかん。来た来た来た。あかん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 。ブースティング、くそくそ。こういう細かい操作が結構難しかったりする。しかも3ラウンド?おははは、ちょっと。来た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 。今日は結局カーブで差がつけられるゲームだから、うんうん、いや3回回るのね。2周目 OK。 あかんが、あかん、この青い子強いわ。この青いの多分いつきっていう子だと思うんだけど、それはなんかこのゲームの最初のタイトルにこの子いたからね、得意ゲームなんだろうな多分な。だが俺も負けてられねえ。このブレーキを、後ろ見るとか、あんまり使わんやろ、これ。そんな差は、ないもんな。くそ。オッケーオッケーオッケー。結構壁際に、入れさえすれば、大丈夫なんだと思うけど、この子と一騎打ちか。オッケーオッケーオッケー。さっきこの子、魚釣りでも、優勝しとったから、1位争いしたいところ。来た来た来た。ちゃんと、コーナー差、バック。やばいやばい、これは、あかん、あかん、あかん、直線なら勝てるはずなんだ。あー、いや、ちょっとひよったな、最後のカーブで。いや、まあでもそんな差ないやん。 0.03 の差だよ。小石タワー説明。左右で小石回転、左右で小石移動、小石を落とす、ズームイン、ズームアウト。ZL、ZR で小石を回転しつつ、A で小石を落として石を積み上げよう。土台から小石が落ちたら終了。なんか難しそうだね。初見だったら結構大変そうなんだけど。あ、なるほど。これ、積み方によっちゃうってことか。でも最初はまあ、なんでもいいか。うわ、最初から、ちょっと、危険な橋を。うわははははは。土台からか。こういうことか。なるほど。これ、相手らが、ま、落とすの待つだけで、勝つんじゃないの?ここか?あかん、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 あかん。ゲームオーバー待てばいいじゃん。でも一番右のやつがめちゃくちゃ、やばいんだけど。あ、なんとか言ってる。オッケー、10。一番右強くね ?21 も積んどる。アホみたいに、このゲームは得意すぎるんだろうな。なんで俺このバランスで落ちないんだろうか。不思議でならないんですけど。やばいやばい、あーさ、おーおーおおおお、これはさすがに無理やろ、この石は。まあそうだよね。でもそれでも記録的には2番目か。いや、各ゲームにめちゃくちゃ得意なやつが一人は必ずいるわ。ブロンズ。34も積んどんのやばくない?約3倍なんだけど。あ、PK 合戦。ストレート、右カーブ、左カーブ。ジャンプの方向を決める。キックの方向を決める。Lスティックで方向を決めて、押すボタンでボールの回転が変わります。キーパー、Lスティックでジャンプ方向を、決めます。了解、PK、CP1。今度は俺か。キック方向は、なるほどね。どっちか。俺は左だから左にすっか。右カーブ、ストレート。いやー、変なことせずに、左の左カーブ。かはは、見破られた。普通に見破られた。どっち飛ぶかってこと?反射できる?あー、じゃもう無理やろ、それは。いやー、ストレートのがいいかって、この辺とか狙うじゃ、
で、ここで左カーブ。大丈夫やろ、さすがに。ほらな。でもこれ止めないとやばいよ。あいつに一回止められても、これ、こっち!んやはまっすぐかよ。ってことは、これ止められたら負けだな。じゃあ左の、ここストレート。いったれ!動かんだね。いつきさん。いや、俺は動かざること左。おらな!オッケー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 。右正面来たからもう左かなと思った。で、こいつの頭の中には、もう俺は左も2回狙ってるけど、もう1回俺が左を狙うっていう頭はないから、左上の A カーブ。じゃあ右カーブ。微動だにせんだな。山名ごとしちゃった。延長戦?じゃあ右や。いや、互換!うわぁ。延長戦?くっそ、これ止められたらやばいな。で、動かんだやろ?で、今度左来るかなってこいつの頭の中にはあるから、俺は右の上のストレート。ジャンプはしてこん。ほら。てか動かんし。動くことをやめてる。いや、これは左だな。ここ!うん、あいやー、蹴ってからちょっと見れないよね。こういうのはちょっと厳しいなーってことは左。こいつ微動だにせんからなー。だからか、正面打つの逆に危ないと思うんだよ。だから、こいつの頭の中には左と右という感覚がないんだとすれば、正面ずっと待ってると思う。でも左さっき一番最初止めてきたからな。いや、右。いや、信じるべきは左。左のストレート。ナイス!ちょっと高かったから、これでも、結構ランダム要素あるよ。こっちあ、よかった!外れた!え、そんな、結末?そんな結末ある?あんだけ頑張ったのに外れて終わるってそういう結末ある?このコンピューターの戦いをちょっとじっくり見よっか。で、割と左右だけじゃなくて上下、選べる?あ、180度選べるから、こう大変だな。もうこれ勝負あったんじゃないの?これでミスらなければ勝ちだよね。ああ!そういうゴールの一番上のこの芯の部分に当たってセーフってのあるんだ。でもあれも別に自分がセーブしてないのに守ったことになるんだね。入ったら勝、え?なんでいい戦いになってんのこれ。なんでお前ら俺みたいな延長戦すんの?ま、接戦とかしなくていいんだよ。うん。前々が気になってんだけど、この一番左にいるこのケーキみたいな子たちは何なん?一番左のさ、ケーキみたいな、このイチゴの頭、あ、イチゴ乗っとるこの生き物は。他の周りは人間だってわかるけど、あのイチゴの生物は何なんって。なんでお前ら、ああ、勝ったか。お前、紫 VS 俺か。紫くんの名前忘れちゃったけど。コンピューター。いや、3位決定戦はもう3位決定戦なんかスキップできないんだ。もういいよお前は。タイはもうどうでもいいわ。俺とこのまさきの少年の戦いや。左。PK 難しいな。じゃあ俺も左蹴るか。左のストレート上だな。左ストレート上。ナイス。こいつは全然ジャンプせんもん。ここ、同じとこ。止めるの無理があるやろ、絶対に。ここで左カーブとか、じゃあ右カーブか。ここで左カーブのがいいか。いけ。よし、危ねえ。左に飛んだけど、ほら、左飛んだから左止められるわけじゃないんだよね。カーブのことも考えてこっち。いや、下手でよかった。この少年が下手でよかった。とか、ここのバーに当たって終わるってことも考えられるのか。バーに当ててゴール下に狙うみたいな、そういうこともできなくもないか。じゃあ、この辺狙って、じゃあ、正面の、この辺狙っていこうか。ストレート。ジャンプするだけで取れるよ、お前。普通に行ったわ。私、優勝。
フィニッシュ。結果発表。なんか目先の君はそんなに強くなかったね。普通で勝利。あ、これ普通だったんだ。ザリガニ鳥、魚釣りとは違うのかこれ。タモデスク、スティックで移動し、A でタモで使い、ザリガニを捕まえよう。泡の場所にザリガニがいるぞ。たくさん捕まえて増量競う。なるほど。たくさん捕まえたもんが勝ちってことね。了解です。なんか金の光っとる、なんか、金のなんかザリガニいるんだけど。しかもそのイツキーさんとこの隣にさ、あ、なるほど、消えた。ここにいるやろ。影ってどれ？あ、これか。光。金のエンゼルがいるわ、銀のエンゼル。金のエンゼル、お前そこに、後ろに金のエンゼルが。銀のエンゼルここや。銀のエンゼルここや。オッケー。で、ブクブクしてるとこにもザリガニがいるよってことやね。オッケー。この小近くに、あ、こうやって、この右のとこにもおるわ。あ、じゃ、金のエンゼルが、金のザリガニは、つんよー、ほほほ。青の少年、バケモンかよ。魚釣りといい、ザリガニ釣りといい。バケモンか。俺も結構検討したと思うんだけどな。新記録。あ、でも、銅にも銀にも金にもならんかったから、全然なんだろうな、これ。ワイワイ相撲。L スティックで移動して A ボタンの張り手で相手を押し出します。B ボタンで組み合いになったらボタンを連打。張り手、なるほどね。張り手で飛ばされたらそれでいいけど、組み合いになったら B ってことね。よい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 よ。あ、体力ゲージみたいなのがあるわ。待て、これか、これは。よる、くい。この黒の少年。おら、バカ野郎、これで締めた。あかん、くっ、危ない、くっ、にゃっ、なんで負けたんだ俺は。生存記録強かったな。普通に倒せるかと思ったけど、そんなことなかった。あ、虫取りだ。これも熱盛で鍛えた俺の力見せてやるぜ。横振り、縦振り、AY カメラ回転、ダッシュ、ZLZR ボタンで虫網を振り、虫を捕まえます。走ったり近くで虫網を振ると虫は逃げていきます。なるほど。慎重に動けってことか。虫。近くに虫がいる？あ、少量バットみたいなのが。来た、殿様バッタゲット、カマキリみたいなゲット、アゲハチョゲット、モンシオチョウ、これモンシオチョウだね。モンシオチョウだけど、これ青筋アゲハみたいなやつを取りたいな。これ。おい、カラスアゲハだった。カラスアゲハゲット、200ポイント、モンキチョウゲット、殿様バッタゲット、少量バッタゲット、モンシオチョウゲット、モンシオチョウゲット、モンキチョウゲット、待って、カラスアゲハがポイント高いからカラスアゲハ行こうか。カラスアゲハ行こうか。トロンボとかめちゃくちゃ難易度高そうだね。よし、ここに来て、あ、カブトムシ、いや、ミヤマクワガタも高い、ここにもいるわ。ミヤマクワガタ、カブトムシ、ノコギクワガタ、カラスアゲハ、カブトムシ、モンシロチョウ、少量バッタ、アゲハチョウ、カラスアゲハ、虫、あ、待て、ヘラクレスおる、ヘラクレスおんのに。まあ俺が1位やろうな。新記録。ザ・ブロンズ。ブロンズ・セイント。シルバー。ゴールド。ギリギリゴールド超えたな、これ。よかった。靴ターゲット。あ、これが、あれか、靴脱いでたあれか。左右移動、ケツじゃない。靴を飛ばして止まった位置のポイントの合計を競います。あ、L スティックで移動し、位置を決め。A ボタンで靴を飛ばします。まあまあ、あの、あれだね。石蹴りみたいな。さっきのさ、あ、水切りみたいな感じじゃ、パワーとかあるんじゃないこれ。200に飛ばせたらいいのかな。
1回目。ここか。あー、なるほど。高さって、ここか。飛ばすまで、行くよ。高さこれか。おい。あー、なるほど。これ以上は無理や。このまま行くぞ。ここ!あー、なるほど。パワー、ガンマ強く飛ばさない方がいいな、じゃあ。この、黄色のところの、ちょっと右寄りで、やってみるか。ここ、俺が思い描いてた。なあ、思ったより飛ぶわ。まあ、90は上々か?いや、でも、こん中にめちゃくちゃ上手い奴はいるはずだ。もう、早く、もう選ぶのがいいから。スキップいけるな。まあ、どんなもんかっていうのはちょっと見るか。もう一回、超多い190とか、お前。そんな。もう、紫のやつがめちゃくちゃ上手いやんけ。なんか靴が残っとるけど、妨害とかあんのか?そういうわけじゃない。あ、こいつは下手やった。じゃあ、10だった。いや、でも160狙おうとしてたんだったとするんならめちゃくちゃ上手いかもしれない。200、いや、こいつ200を狙う猛者だ。お前、そんなことを俺に教えたらお前、俺200狙うよ。危ねえ。なるほど。その位置からだったら200が狙えるかもしんないんだ。4番目の子に習って、俺はこの辺から。あんまり強すぎんのも良くないのか。ここや。あー、来た。あんまり強く飛ばすのもあかん。いけ、200!どこ飛ばしょんねーん300ぐらいにしとけ、じゃあ。あれもう見ても知らないんで、スキップ。あ、10。もう200。なんか舐めぶされたような気がするな。まあ、でも俺の記録、全員超えてくやろうな。天才がいるわ。天才がいるか。天才ですから、いるわ。感動だね。うわっ!こいつ、160狙って。まあでも4番目か。まあ。これちょっと難しかったね。難しかった。水鉄砲バトル。作るの?移動、水を発射、長押しで水を補給。あ、なるほど。A ボタンで近くの相手に水を発射します。水場の近くで Y ボタンで水を補給します。水をかけた量で勝敗を競います。面白いね。あなた、あ、なるほど。プールの近くにあるね。これアヒルがあるところとないところではなんかちょっと違うの。うわ。くそ。水を補給して。ちょ。水補給、やばい。あかん。芋。あ、段ボールだからこれ。水補給、こっちの。オッケー。水補給、オッケー。これは段ボールだけど、ちょっと耐久が高いってやつだな。おらお前と戦ってる暇はないんじゃ。水補給。漁夫の利で、右でめちゃくちゃやり合ってるけど、こいつを倒せれば、あかん、なんか紫が、戦闘やめて、こっちにやってきた。青は倒せる。青、何?スペシャルボーナス?オッケー、倒すわ。水をかき合いか。なるほど。ほら、水がない。あー、やべ、3番目だ。水をかけた量だもんね。倒した数じゃないもんね。うわぁ。強い。ああ、終わったわ。最終結果発表。でも結構俺1位取ったけどな。でも、いつきさんがね、結構1位取ってたんよね。あ、俺か。あ、違うか。俺がその玉座に、おー!なるべくしてなったようなみたいな。遊びように俺はなる。大変よくできました。よくできました。頑張りました。もう少し頑張りましょう。あー、でも結構余裕あるな。150も差あれば、全然余裕あるな。でも差位と余裕は30しか差ないから、4番目の子はかわいそうだね。結果、詳細。
あ、そうか、俺ほとんど1位か。うん。ミステッポバトル面白かったなぁ。なるほど。まだ他にもゲームはあるのかな？さあ、この好きな遊びをプレイでちょっと見てないやつを見てみよっか。女の子がさっきいなかったから女の子使いたいところだ。ヒナ。ピンク。山登り、水切り、木登り、魚釣り、ラジコン、小石タワー、PK 合戦、ザリガニ取り、ワイワイ相撲、虫取り、靴ターゲット、水着バトル。あ、これだ。石切りレースもやってないけどな。あ、小骨レースやってないわ。あとこれもやってない。だから小骨レースちょっとやってみようか。来た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 。小骨レース、小骨は川の流れに乗って移動していきます。L スティックで障害物を避けていきましょう。オッケー、始める。え？あ、決められんの、ボディ。美味しいミルク。あ、ボディ決められるってこと？あ、でも、え？だから真ん中のやつしか選べない。あ、そんなことないわ。ボディ、あ、なるほど、なるほど、なるほど。どれがいい？こういう、なんかペットボトルのが耐久ありそうだけど、どうなんだろう。ペットボトルでも不規則な動きしそうなんだよな。こういう、なんだろう、この食品のトレイみたいなのが、良かったりするかもね。じゃあこれ、これにするわ。これ。ミルクも面白いな。いや、俺はミルク、美味しいミルクでいこう。いや、側面部は、いや、プロペラはスピード出るかな。どうなんだろう。うわー、わかんねえ。これにしよっか。スクリューは、こんななんか遅そうなやつじゃあかんわ。2個じゃない？あー。でもこれネジ巻かないと、パワー出そうにないな。いや、下手なことせずに、この2枚刃でいこうか。いや、こっちの方がなんか出そう。いや、こっちに、これにしよう。これやな。これでやりたいけど。一括カラー変更。あ、カラー、ピンクない。ピンクねえんかい。あー、じゃあ、何色にしよう。じゃあ、水色にしよっか。これで OK。うん。これで決まったけど、どうすればいいんだ。プレビュー、パーツ編集。あ、OK いける。あ、OK、これか。あ、始まるよ。準備完了。どこまでお前がやれるかわかんない。曲がる。これ、俺が操作する、あれある？A はないもんね。うわわわ。スピードが、うんたらかん、ガガッタイすんな、お前ら。スクリュー、スクリュー。あ、これでも、右に行きたいから左に行くとかないわ。あかんかんかん。こっち、あ、来た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 。川の流れに逆らって、障害物はあるけど、なんかひよこもいるけど、全然大丈夫。かすめていくけど、紫のやつめっちゃ強いんだけど。紫のやつ早いわ。だ選んだパーツが良かったんやろうな。ちゃんとこれ。あ、でも、近い距離に来てる。オッケー。正面に、どけどけどけ。紫の民。紫の民どけ。紫の民どけ。まあこれ、蛇行するよりも直線で行った方がそれ早いだろうから。よし。これこれ、この距離。あれがゴール？これがゴール？これがゴールかな？これがゴール？余裕。1分以内にゴールしたわ。まあ来た。新記録。70秒以内にゴール。60秒以内にゴール。なあ、惜しかったなあ、じゃあ。あ、でも紫、ドベなっとる。あんなに早かったのに。何があったんだ。さあ、これ、石蹴りレースってのをちょっとやってみよっか。あ、来た。コース1とコース2がある。一応説明見る。長押し溜める、蹴る。溜めるのをやめる。ZR ボタンの長押しで強さを決めて、離すと石を蹴ります。ゴールを目指しましょう。石を蹴るって言っても、大きさによっては足砕けるんじゃん。なるほど。なるほどね。蹴る。OK。あ、なるほど。ゴール目指すってこと？あ、ガンガー、人にぶつけてく。そんなスタイル。いいのかもしんない。OK、OK。あ、なるほどね。こういうことね。おい。おい。コースアウト？あかん？
うわ、なんか泥みたいな。なるほど、蹴る、あの、あれもあるな。蹴る、あの、今、カメラワークがわかんない。サッカーボールあるんだけど。障害物ってことか、サッカーボールが。オッケーオッケー。結構距離来た。あ、ちょっと、向きがおかしい。コースタートはもうしゃあねえ。ある程度のとこ戻してくれるから、コースアウトはめちゃくちゃしてけっていう。いや、めっちゃ戻されるんだけど。しかもこれ。もうこう、蹴るってなった時にはもう、視点変えられないのが、鬱陶しいな。あ、ホールインワンできるかできないか？来た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 。どけ、この紫の小僧。これは私の石なんだ。私の石です。待て待て。オッケー、ナイス。こん中に入れれば勝ちってことか。ゴルフみたいになんか穴があったらそこに入れるわけじゃないんだ。なるほど。わかったわかったわかった。わかったわかった。リトライしよう。で、コースに選ぼうか。今度アスファルトの上。こんな遊べる場所があるのかっていう。あ、ちょっと切らんと。よしよし。ある程度でも。人が、ちょっと、待って、OK。コースアウト？え、コースアウトしてないでしょ？あ、なるほどね。一回でもコース、あれなるとコースアウトになっちゃうんだ。なるほどね。この、女と女の対決で負けるわけにはいかん。まあ、コースアウトになっちゃうよね、ポアカ。どこまで戻されんねんっていう。あっけ、ギリギリ攻めたような気がする。OK。わあ！え、線の上だけど、コースアウトにはなってない。オッケー。オッケーオッケーオッケー。うわ、じゃ、なにこれ。くせ。オッケーオッケー。先行してる。俺はもう2回目の石切りでは、もう、掴んでるわ、コツを。オッケー。今度はこっち、ちょっと、右より。右より、あ、正面、ちょっと、もうコースアウトすんなよ。ちょっとこっちに出すか。オッケー。こっからも全力。オッケー。全力。中ぐらいの蹴りでオッケー。あかん。ちょんと。余裕だ。だいぶ大差つけて。勝ったね。オッケー。1分12秒。1分以内とかありそうだね。メダルとかもらえなかったし。さあ、ラスト、このおみくじやってみよっか。今日の運勢を占ってみよう。おみくじを引いてみますか？はい。なんだろうな。大吉？超大吉！やばくね？ラッキーカラーは紫、ラッキーナンバーは8だって。で、回転。健康運、勝負運、恋愛運、金運、仕事運が星5。マジ？超大吉、絶好調の運気です。嬉しいことが多く起こりそう。新しい趣味を探してみるのも吉。コミュニケーションを大切にすると評価がさらに上がりそう。太陽に富士山っていう。もう完璧でしょ、これは。今日はいいことあるかもしんないですね、皆さんね。はい。これもう一回引くとどうなる上書きされるかちょっと嫌だけど。超大吉ってどんな確率なのかな、みたいな。奇跡的だったのかどうなのか。あかんわ。超大吉ばっかだわ。あかんわ、これは。信用ならんわ。何をやってもうまくいくでしょう。とても良い運気です。自信に満ちて溢れています。開放的な気分になれる日なので、好きなことを楽しんでと。楽しんでの C がなんかちょっと消えてんのが不気味だね、これ。じゃ、もう一回引こうか。超大吉以外引けるのかどうなのかっていう。でも、意外も入っとるわ。超大吉以外、じゃ、超大吉を2回連続引いたのは結構良かったんじゃない？あー、タイだ。何事にも意欲的に取り組める一日になりそうです。今日は子供のような純粋な気持ちで過ごすと周囲からの好感が上がりそうです。はい。ということで、これでですね、多分、放課後の遊びは全部やったのかなと思います。うん。この辺はさっき対戦でやったやつばっかだね。個人的に面白かったのは、まあ、水切りもちょっと覚えたら面白かったし、ラジコン、まあ、魚釣りはもう少しこう、このターゲットに投げられる、感度が
弱かったらもう少し消えたかなって感じかな。あの、でかいのにもともとしすぎたわ。PK 合戦もちょっと難しかったな。割と敵が、あの、外してくれたから勝てたようなもんでね。あと、虫取りね。虫取りは正直無双したやろ。うん。あ、あと、水鉄砲バトルもおもろかったな。あ、石切りも面白かった。あ、みんな面白かったわ。はい、ということで、今回はここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価、お願いします。それじゃ。